Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。基調講演に視察オレンジ鉄道の取り組みと課題について講師古森光義視察オレンジ鉄道代表取締役社長ゼロに定期外利用の拡大開業当時より沿線の人口は 15% 減少しております。そういう中で経営的に厳しい状況が続いていますので、このような状況じゃいかんということで令和4年度から令和8年度までの中期経営計画5カ年計画ですね、これを策定しまして令和4年度から取り組んでおります。まず企業ミッション、私どもの使命です。安心と信頼をもとに鉄道のある風景を未来へ、あなたと大切な人をつなぐ線であり続ける、このように位置づけました。まさにこれはですね、弊社が設立された原点である。そして中期次ビジョン、目指す姿です。一つは行動変革と新たな価値創造、もう一つは上部3部門の経営損益、経常損益、黒字化です。上部3部門といいますのは鉄道営業とか車両の運行、そしてオレンジ食堂と総務等管理部門を指します。弊社はですね、上下分離にはなっておりませんが、赤字が常態化している中で最近の上下分離の考え方に基づきまして、まずは上だけでも黒字を目指そうよねということで定めまして、これに基づいて重点施策を進めていくという形になっております。重点施策は6つです。6つありまして、1つ目は定期外利用の拡大。先ほども言いましたように8割ぐらいは定期ですけれども、今後ここを少子高齢化の中で増やすというのは非常に厳しいです。増やすことは厳しいけれども地域にとって維持していかなければならない。であれば定期外の方が利益率はいいものですから、そっちで稼いで地域の足を維持しようということで、1つ目が定期外利用の拡大です。で、2つ目が修繕計画の見直しと維持管理コストの抑制、これは例をどう抑えるかということです。3つ目は旅客サービスの見直し、そして4番組織人事マネジメント体制の変革、5番の業務効率化、標準化とデジタル化の推進、これは会社の内部の改革という形になります。そして6つ目に、非運輸収入の確保という形になります。これが現在進めている6つの重点施策です。では令和4年度1年間終わりましたが、何をしたかというのをちょっとご紹介します。主なものでいきたいと思います。まず1つ目は何と言っても収入を増やすしかない定期外利用の拡大ということです。まず基本中の基本です。定期外のお客様ってどういうお客様を呼ぶのかなということで、重点ターゲットの明確化です。まずはとにかく手近なところということで、九州内、特に福岡ですね、九州の中であれだけ人口がいるんです。新幹線もそれを見込んで引っ張るわけですから、そちらへのプロモーションを強化していくということで、九州観光機構ということで、福岡を拠点とする観光団体に、加入しまして、九州圏域の PR を強化しております。2つ目はマーケット視点でのサービス展開ということで、何と言いましても弊社の看板列車、観光列車でありますオレンジ食堂です。右の上の方に写真があります。これがオレンジ食堂になります。お手元の封筒の中にも令和5年度のオレンジ食堂のパンフレットを入れております。子どもたちが手を振ってるパンフレットがありますので、これもご覧いただければと思います。これはですね、列車内で食事をしながら沿線の景色を楽しむことを目的とします観光列車です。36+3よりも7つ星よりも先にできた、全国に先駆けたレストラン列車ということになります。ただですね、これもですね、新型コロナによりまして厳しい状況になりました。もともと定員43席、いわゆる飲食にも伴いますし、ソーシャルディスタンス、一番ピーク時は
24席、43のうちの24席に半減して販売しました。さらにですね、運行日も縮小しました。非常に大きな影響を受けました。このお客様回復に向けまして、令和4年度はまず運行日を土日から金土日祝日に拡大しました。そして通常日以外にも何か付加価値がいるよねということで、令和4年度にしましたのが、ここに書いておりますが、夏休み限定ファミリープラン、子供さんを連れていくにはちょっと金額が値が張るよねということで、夏休みは子供さん1人をもう無料にしました。また向こうのオレンジ食堂、片道になりますので帰りが大変、どうするのとよく聞かれるものですから、新幹線とのセットプラン、片道はオレンジ食堂に乗って帰りは新幹線でというようなセットプランを出しました。このセットプランのチラシも今の封筒の中に、日帰りプランのチラシだけ入れております。さらにさらに豪華なラグジュアリープラン、こういうものを販売いたしました。さらにですね、こう何でも使えるものは使えるということで、県民割、全国旅行支援、まあ、こういうものも積極的に、活用しましたので、徐々に回復基調に乗ってはいますが、令和4年度も第7波、第8波の時はやはり厳しい状況にありました。続きましてですね、オレンジ食堂の次はオレンジカフェレンタル列車ということになります。これは何だろうと思われるでしょうけど、貸切列車です。いわゆる貸切列車のことです。で、これもですね、コロナで厳しい状況でした。貸切列車借りてくれる人がいない。だったらですね、コロナで県外へ修学旅行や社会見学に行けなくなった学校、特に小学校向けの、プラン、ここに書いてありますが、鉄道学校、スクールトレイン、これをですね、令和3年度に開発しました。何をするかという内容ですけれども、例えばですね、車内で運転士から鉄道に関するお話を聞いたりですね、あるいはこの写真の右側にありますが、子どもさんが制服制帽、オレンジの制服制帽を着てですね、事前になんか事前学習で調べておいた沿線の、情報を車内アナウンス体験して発表する、あるいはですね、もう列車に乗ったままですね、左側はですね、列車の洗浄台です。いわゆるあの車の洗車機ですね。このまま列車が入ってバーッと横からブラシとか洗浄台が出て列車を洗浄するんですが、これをですね、子供さんを乗せたまま突っ込ませるんです。列車洗浄体験と呼んでます。そうすると真ん中の下はですね、列車内にいる子供さんと窓の方が水が流れてます。まさにこういう状況でですね、子供さんの中にいてキャッキャ言って喜ぶんです。そして列車楽しかったという体験が残るんです。まあ、こういうような人気のコースになりまして、まあ、それぞれの学校によってご希望が違いますので、令和3年度4年度とも学校の希望に合わせたカスタマイズとしてブラッシュアップと販売強化、これをしております。これについてはですね、次なんですが、この写真はですね、昨年の10月5日鹿児島県の西泉小学校が修学旅行の帰りですね、熊本の方に修学旅行来まして、帰りにですね、利用された熊野ラッピング列車3両編成の臨時列車の写真になります。弊社はですね、ラッピング列車意外と持ってるんです。熊野1号2号3号これの3両はですね、その全部をつなげたものです。1号2号3号、他にもですね、アニメの放課後堤防日誌のラッピングとか、台湾鉄路局と姉妹線も結んでますから、そのラッピングとか、今年行われる鹿児島北海道ラッピング列車などが走ってます。で、今回はこの熊本のラッピング列車3両編成で、行きがちは八代駅まで改装なんですが、改装させるともったいないものですから臨時列車にしまして、一般のお客様も乗っていただきました。そして帰りはこのような形で八代駅から西泉小学校の生徒さんたちが乗車して泉まで、帰られたということになります。そして八代駅ではリアル熊本を呼びまして、生徒さんたちのお見送りをしてもらうというようなことをいたしました。で、この写真はですね、どこを撮ったかなと思われるんでしょうか。これはですね、ちょうど水俣川の上流です。弊社の線路の上を新幹線が通っていると、あの辺をご存知の方は、あそこかとピンとくる方もいらっしゃると思います。非常に象徴的な写真だなと私は思ってここにお載せしております。
で、この西泉小学校の修学旅行には後日談があります。実はですね、この西泉小学校は令和3年4年と2年連続くまモンラッピング列車3両編成の修学旅行をご利用いただきました。そうしましたら2年とも同じ校長先生で、さらにこの校長先生の鉄道ファンなんです。いわゆるてっちゃんなんです。ですから、その体験談を東京会場日動教育振興基金、もう皆さんご存知の方いらっしゃるかと思いますが、教育研究助成事業、こういうふうに出したんですよ、この校長先生が。そうしましたらですね、優秀賞を受賞されました。そして研究補助金として15万かいくらかなんかもらわれたそうです。そうしましたら、その校長先生が有効活用してもらいたいというご提案がありましたので、今年2月26日に小学校向きの鉄道学校のコンテナツアーを実施しました。まあ、こういうような後日談もありました。学校に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。 Social Democratic Party 社民党。